阪神の来季新監督藤川球児 SA 決定的。阪神の来季監督に OB の藤川球児氏44の就任が3日までに決定的になった。昨季リーグ優勝と日本一に導いた岡田彰布監督66は2年契約満了のため今季限りでの退任が決まり、すでに水面下で打診。3日の DeNA 戦でレギュラーシーズンが終了したことで近く正式要請し、第36代監督が誕生する。現役時代は日米通算245セーブ、20年の引退後はスペシャルアシスタント SA として猛虎を補佐してきた。優れたメッセージ力で黄金期の到来を期待される。来季が球団創設90周年の節目、甲子園に縦島にあの球児が監督として戻ってくることが決定的になった。関係者への取材で判明した。昨季リーグ優勝に導いた岡田監督の2年契約満了に伴い、水面下で来季監督の人選を進め、藤川氏側にはすでに打診を済ませた。レギュラーシーズンの全日程を終えたことで近く正式に要請。来年7月に45歳を迎える藤川氏が第36代監督の座につく運びだ。この4年はスペシャルアシスタント SA として球団と関わり、キャンプ訪問では投手に助言を送った。23年からは球団本部付け SA となり、助っ人の発掘にも携わった。こうした実績が評価され、球団内の現場経験のない一軍監督を起用しないという意見も退けた。正式に決まれば星野仙一以来、阪神でプロ入りした選手では若林忠志、村山実以来3人目の投手出身監督になる。1980年生まれの松坂世代では平石洋介18、19年楽天監督現西武ヘッド兼打撃戦略コーチに続く2人目、新世代の波が猛虎にも訪れようとしている。投手出身監督、コーチ経験ない監督という2点で不安は大きいが、工業的意味も込めてこれが球団の決定ということなら仕方ないのだろう。あとは藤川が引退後に何を学んできたかが問われる。いずれは監督としてチームを率いることになるであろう一人であったし、本人もそこに関しては前向きだったので、予想よりはその時期が早かったなという感想ではあるが、期待して応援したいと思う。今年の阪神が B クラスであったなら、藤川氏のようなフレッシュな監督で打開策を得られただろうが、今年もチームとしての成績は悪くない。そこに若手のコーチに経験の新風を入れるのはどうかなと思います。平田さんや今岡さん、和田さん、引き継げるのはこの辺りだった気がするけど。いきなり監督になることに不安になっている人がいるけど、少なくとも岡田監督続投よりも将来的に見てもチームにとってははるかにいいことでだよ。藤川さんは大歓迎、 TG 戦は盛り上がるでしょう。問題は擁立するための組閣、特にヘッド閣やな。平田さんは岡田さんが退任されるのに現場に残るような人ではない。いずれは監督になってもいい人とは思っていたけど、投手コーチとして直接彼の技能を未だ独り立ちできていない若手に直接伝授してほしかったという気持ちは変わらない。真由美さんや金本さんを打撃コーチではなくいきなり監督にしちゃったのと同じ感じがしてしょうがない。通常なら2軍監督やコーチ経験豊富な今岡コーチが上がってもいいはずだが、体調面の不安や今季の打撃陣の不振から固辞したのかもしれない。藤川に決まったのならそれでまた全力で応援しますし、阪神が強くなってくれれば誰が監督してもいいわけです。優勝できるかどうかは別にして、今の阪神は誰がやっても強いですよ。ただ岡田監督の時と違うのは、実績がない分周りの目が厳しくなることでしょうね。ご祝儀で来季の外国人予算は弾んでくれるという期待もあるな。とりあえずのところドラフトだろうけど、今季リーグ優勝を逃したから即戦力メインになるのかね。藤川新監督の構想が気になる。監督一人で指揮を取るわけではないから、コーチの顔ぶれも重要になってくる。実績からすると安藤と久保田は残留かもしれないが、藤川が投手出身だけに対立があるかも。藤川球児が監督になったら彼は投手出身なので、ヘッドや野手系のコーチ陣が鍵を握るのでは。人気取りも必要だが、コーチ経験を経てからでも遅くないだろう。岡田監督が薄い今岡氏に監督をやってもらい、投手コーチで藤川氏に数年やってからでも遅くはないと思います。もう決定的なのかい。現代のプロ野球解説者、単なるイエスマンや腰掛け的解説者、数ある中で藤川の存在は異彩を放つ。福留さんを呼んでくれたのも、あとは好きにしてええから。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。